全血は標準的な献血によって提供される人の血液である。大量出血への治療や交換輸血、自己血輸血を行う際に用いられる。450ml から 500ml ほどの全血を輸血することでヘモグロビン濃度を 10gL ほど高くすることができる。一般的には輸血を行う前に交差適合試験が行われる。 輸血は点滴によって行われる。引き起こされる副作用としては、アナフィラキシー症状などのアレルギー反応、溶血、高カリウム血症、体液量過剰輸血関連急性肺障害などがある。全血には赤血球、白血球、血小が含まれる。その日のうちに採血したものが使用には望ましいが、3週間までは保存できる。通常は、 採血過程において保存液として工業個材が血液に加えられる。全血輸血は1818 18年に初めて行われた。しかしながら第一次世界大戦、第二次世界大戦までは一般に広まることはなかった。風雨必水薬品モデルリスト中において血液製剤は効果的かつ安全であり、医療制度に必要不可欠な薬品の一つとして挙げられている。 1980年代のアメリカでは、1パックの全血を採血するのにかかる費用は50ドルほどであった。発展途上国や軍事以外で全血製剤が用いられることは今は少ない。代わりに、赤血球製剤、血小板のお香液、クリオプレシピテート製剤、新鮮凍結結晶など様々な血液製剤を作成するための原料として用いられる。 赤血球輸血と同様に、全血輸血には、溶血性副作用の危険性があるため、交差適合試験を行わなければならない。そのため、使用する際は、赤血球製剤と同様の注意が必要である。また、血症の過剰によって危険な合併症である、輸血関連循環負荷が引き起こされる可能性がある。ため、その恐れがある患者の場合は、全血輸血ではなく、 赤血球輸血が推奨される。また、新生児に対する輸血の場合は、前血の代替として、事前に保管していた赤血球と新鮮凍結結晶から合成血を作成することがある。合成血には AB 型の結晶中に、大型の赤血球が特定の割合で含まれるようになっており、合併症が起こる危険性を減らすために用いられる。歴史上を見ると、 血液に対して何かしらの追加処理が行われることはなく、ただ前血としての輸血が行われていた。一方、現在の血液バンクの多くでは、前血は複数の成分に分離されており、一般的には赤血球の分離や、新鮮凍結結晶としての結晶の分離などが行われている。また、前血製剤から結晶板輸血に必要な結晶板を用意することもできる。 しかしながら、ランダム、プラトレッツと言及されることがあるように、前血から治療に必要な量を得るには、複数人のドナーから提供を受けておく必要がある。ため、血液バンクによっては代わりに、血小板アフェレーシスによって、血小板採血が行われる場合がある。一般的には、採血された血液から各成分を分離するには、いくつか方法がある。 遠心分離器を使う際は、高速と低速の2種類に分けることができ、前者は前血を結晶と赤血球に分離する際に用いられ、後者は前血を結晶、バフィー甲とー赤血球に分離する際に用いられる。また、血液を一晩整置することによっても、重力による沈殿が発生して、赤血球と結晶を分離させることができる。一般的に、 全血は赤血球と同様にして保存され、また採血時に保存液として、セピダマイナス1を使用した場合は35日間、CPD など、その他の一般的な保存液を使用した場合は21日間、保存することができる。全血から血小板を分離する過程で整地する際には、その間は室温に保たなければならない。その際に全血に含まれる、 赤血球を低温に保つために、なるべく短い時間で行った方が良い、とする研究もある。英語では固有名詞は大文字にされるため、ホールブラッドは輸血もしくは別の製剤の原料として用いられる、標準化された全血製剤を意味するのに対し、小文字のホールブラッドは献血後に手が加えてられていない、血液を指すことがある。 サーキラーオブインフォメーションフォーザユーズオブヒューマンブラッド、アンドブラッドコンポーネンツアブ、ありがとうございます。